フランセジーニャとは、ポルトガルのポルトを発祥とするサンドイッチの一種。塩水で、キュアリングしたハム、リングイーサ、チッポラータのような生ソーセージ、ステーキ、ロースト肉などをパンに挟み、メルトチーズを乗せ、さらに、トマトとビールを原料とする厚くとろみのあるスパイシーなソースをかけたもの。多くは、フライドポテトを添える。フランセジーニャと、 フライドポテトフランスとベルギーへの移民を経て帰国したダニエル・ダ・シルバは移り住んだポルトでクロックムッシュをポルトガル人の味覚に合わせて改良しようとした。シルバは1953年に同市のルアド・ボンジャルディムにあるレストランアレガレーラで地元産の肉と自作のソースを使って最初のフランセジーニャを作った。このサンドイッチはすぐに人気料理となりポルトの名物となった。 今では、ポルトガルの他地域でも見られることがある。標準的な一食分の盛り付けでは、フランセジーニャの周りにフライドポテトの土手を作って、特有のソースを吸わせ、さらに、フィノをつける。ポルト市民はそれぞれ最高のフランセジーニャを出すと思う、お気に入りのレストランを持っており、店ごとの秘伝のソースや具の質を論じ合う。ポルトとその周辺は、フランセジーニャの伝統的な勢力圏で、 多くのレストランやカフェで食べることができる。北部地方ではポルト以外の各地でも珍しくない。中央部と南部ではそれほど多くは見られないが、特にフィゲーラダ・ホスからアルブフェイラに至るビーチリゾートなど観光地でフランセジーニャーが食べられるレストランやバー、カフェが増えている。リスボンでは多くのバーやレストランがグリーンソースを使ったものなど多様なフランセジーニャーを提供している。 2000年代以降、ポルト都市圏外での人気の高まりによってか、標準的なフランセジーニャソースの瓶詰めが、ポルトガル全国のスーパーマーケットで販売されるようになっている。ポルトのフランセジーニャ。フランセジーニャには、標準的なレシピはない。ポルトガルのレストランには、以下のような特別なバリエーションを出すところがある。フランセジーニャエスペシャルは卵、フライドポテト、 もしくはその両方を添えたものである。普通のフランセジーニャにも豚肉、鶏肉、パストラミ、ツナ、タラ、ベジタリアンなど具のオプションがある。フランセジーニャソースの製法は秘伝であり、店ごとにバリエーションがある。唯一共通する材料はビールである。例外はあるが、ほとんどのソースはトマトをベースにしている。辛味の強さは一定しない。色は赤か、 オレンジ色が一般的である。フランセジーニャを出す料理店は、ソースと具の味がどう受け取られるかで評価される。フランセジーニャ・ポベイラは、ポルトの北にあるポボアデ・バルジンの名物で、本家と同じく1960年代初頭に作り出された。ポベイラ風は、パンやソースの種類が異なり、手で食べられる形をしている。ピカパウは、パンのないフランセジーニャのようなもので、ステーキを、 一口大に切ってソースをかけた料理である。パイカパウという名前は短い串や爪楊枝でつつきながら口に運ぶ伝統的な食べ方から来ている。食に関するウェブメディアデイリーミールはあなたの知らない人生が変わる12のサンドイッチと題する記事でフランセジーニャを紹介した。ありがとうございます。